はい、レオンチャンネルです。2024年3月になりましたので、レビュー予定カレンダー行きましょう。3月といえば戦隊の新番組とライダーの中間フォームね。なので早速ブンブンジャー関連大量に来ておりますが、3月3日から放送開始になりますので、その前日におもちゃが出まくり。まずデラックスブンブンジャーロボ7480円で、てかさ、デラックスロボシリーズもそろそろ価格限界じゃないっていう。最近これくらいの価格の合体ロボなんて出した日には1万円は超えてくるから、もはや7480円で、まあ値引きがあると6000円台で買えたりとかしますけど、おそらく相対的にお安く感じるんだよな。ゲート的なものに変形して、そこにブンブンカーを走らせることで一発変形ができるっていう。単純な変形合体以外にもチェンジャーとの連結で音声が鳴るとか、あとはブンブンに変形するためのフェイスパーツもついてくるって、めちゃくちゃ豪華だな。要は巨大ブンブンが巨大化してブンブンジャーロボになるんだもんね。でブンブンチェンジャー3300円、安すぎだろ。何年ぶりの安さだったっけ。10年以上ぶりのお安い価格でみたいな。なんだけど単体で遊べる上に今後発売するブンブンカーと連動ってことで、まあ、これがあれば、まあ、これが音声ユニットのコアになりますから、それもあってみんなに買ってほしいっていう価格設定になってますよね。いや、だいぶびっくり価格なんだが。あとはチェンジャーに関してはブラックとオレンジが使うものがまたこれとは異なるものらしく、それはまだ今日時点で解禁されてませんよね。でデラックスブンブンハンドル4950円、あとはソフビ系が770円で発売し、オーブのアクションフィギュアシリーズがニュージェネバージョンとして、オーブオリジンかが出るのと、あとはてんこ盛りのブンブンジャー爆上げスタートセット、さらにそれに同じ価格でブンブンスーパーカーの爆上げバージョンね。これもうちらっと予告だったっけ、登場しましたよね。でどっちも価格変わりませんから、だったらウィズブンブンスーパーカーバージョン買った方がいいよねっていう、ここお気をつけください。価格一緒なんで。あとはブンブンクラシック、これもウェポンとして出るわけね。1540円。次の土曜日が特になくって、9日は。さらに次の土曜日の16日にはコラボブースターは、これなんだ、あーライダー系だ、バトスピコラボブースターが 3.16 に発売し、ガッチャードとギーツとアギトが表紙になってて、これはまたボックス予約しないと。いつも通りカードのスペックというよりは絵柄を集めるやつね。あとはウルトラクションフィギュアからガッツウィングセットで劇中シーンを再現できるものになってたり、クレヨンしんちゃん何これ変形するの、そんなことは別にないね。しんちゃん玩具今なんか熱いよね。カンタムロボもめっちゃいろんな種類出るし。で23の土曜日にクロスホッパー&テンライナーセット7150円で、あとはクロスホッパーの単体のものも発売します。要はここでプラチナガッチャードに強化されるわけね。今月はそんなところ。サブライダー系の追加アイテムは出ないか。ライダーによってはというか、まあ、ここ最近なのかな、3月でもうほぼほぼおもちゃが打ち止めになり、4月5月要はゴールデンウィーク商戦とか何もなくって、で6月の最終フォームが出てデラックスランク終わりみたいなことも結構あるんだけど、今年はちゃんと何かしら出してほしいけどな。まあでもカードが出ればまたいろんな音声遊びができるのか。とはいえドレッドライバーが3月に到着するから、もう僕これ、いや3月到着だったらもう一般発売じゃんみたいな、プレバンじゃないレベルの高速で到着しますから。でまあ4月にマジエドも来るか。なので一般発売は少なくてもほぼ一般発売的なタイミングでおもちゃが到着するから、まあいい方なのかな今年は。 2,3 ヶ月何にもない時全然ありますからね。じゃあ食玩カレンダー行きましょう。まずは4日に、あ早速ねスーパー戦隊チョコでスペシャルブンブンカーボックスですって。これはまた4日の時にチョコを買いながら確認しましょう。でコンバージのガッチャードにバルバラド、タイクーン、リガドオメガで、ファイズ系かがラインナップされ、シクレ枠は
ありませんね。今回はしくれなしだ。そして11日の月曜日にミニプラブンブンジャーファーストキット。なんか今年の食がなりきりアイテムは結構気合が入ってますよ的なことがブログに書かれておりましたが、かなり色分けが細かいっすよね。でし、いや、ま、もま、なんかパッと見デラックスみたいな。確かにこれはすごいな。あ、ブンブンジャーロボ、え、ブンブンジャーロボ360円で A、B とかじゃなくって、あ、 A、B とかじゃない。ミニミニプラ的なやつがラインナップされてるってことか。ミニプラまた別でもう発表済みですもんね。で、ちょうどダブルクロスの仮面ライダーナーナー。いや、ダブルクロスシリーズね、僕だいぶいい。ものによってはソードを超えてないみたいなプロポーションのことがねちょこちょこあるんで、僕アークワン好きだって言ってるじゃん。アークワン系全部買ってんだけどさ、いろんなソードよりねダブルクロスの方がアークワン良かったからね。で、今回はコンプリートフォーム、ディエンド、ラッシングチーター、バロンバナナなどがラインナップされております。翌週の18はキャラパキ、またまたリニューアルか。キャラパキ最近さ、リニューアルを重ねるごとに微妙にチョコの難易度が上がっているような気もしますが、そんなことはないか。それ以外は特になく、ちょっとホロのディフォルメコレクションだけ見ていいっすか。ほうほうほう、750円。あー、なるほどね、買うかな。25がソードガッチャードの5段でマジェード、そして仮面ライダーの方のバルバラドで、フォームチェンジ系ね。あとはエントリーフォームのこの辺りの出てなかったやつが発売して、ヘッド交換で、そうだね、ヘッド交換で各エントリーにチェンジするやつね。直眼一般はこんなところで、それ以外がプレバンか。この辺はポチったやつっすね。それ以外は特に、あ、トライドロンのクロニクル版、これ高かったけどポチったので到着するな。ガシャポン行きましょう。まあ本当ガシャポン買ってないけどね。まず1週目にファイズのカプセルラバーマスコット、もう毎月言ってますけど、あ、でもライダーキック A からめっちゃいいな。あ、めっちゃいいな。あ、めっちゃいいな。アクセル、あ、ブラサーめっちゃいいな。あ、サイガオーガ、あーあー、ネクスト、あー、こっちもネクスト、あー、ミューズ、神ラインナップじゃん。いや、なんか毎月カプセルラバーマスコットがポンと出て、いや、これでライダー関連アイテム出したでしょ的な感じになってるんですよ最近。ガシャポン、もう全然ガシャポンアイテム出ないから。出るんだけど全部オンラインのさ、あのくじとかひどいやつ。最近だとガシャマシーンを自分で選んでねみたいな感じで、全然思い通りのやつが出ないっていう、あのシステム最悪だから、僕はもう速攻でお問い合わせして、あれはやめてくださいっていう風にお問い合わせしたんだけど、オンラインの方で搾取されて、搾取ってか、なんかガチャの仕様がひどいんだって最近。めっちゃお金かかるみたいな。で、一般発売の方はね、まあほどほどに、まあほぼほぼ出ないみたいな感じで。で、もうほぼメタルスイングとかさ、一緒や、この戦隊だからこれみたいなやつが全然出ないんだよね。まあメタルコレクションも全然いいんだけど、なんかブンブンジャーだったらさ、なんか例えば全部がこうタイヤの形になってて、そこに絵柄が入っているとかさ、別に車関係ないもんね。まあスイングは毎年恒例で非常に良いと思います。とりあえずこれでみたいな、もう誰でも考えられそうな企画でしかガシャポン発売してないのがほんとつらい。オンラインの方はいろいろ豊富なんだけどね。2週目も特になく、3週目もほら全然ないでしょ。あ、なんかいいやつ出るじゃん。デラックス仮面ライダーリングコレクション、ん、聞いたことないね。指輪になってんの、これ500円で買えるの。サンドライバーとかアークルとかオルタリングとか、ほう、これあれじゃない、学園のアカデミーリングをこういう風に出しちゃっても全然いいんじゃない、こうコンパクトにしてね。あ、 HG、 あ、で結局出るんだ、一般発売するんだ、のボリューム1。そう、4週とかにしてくんないとさ、オンライン組より遅くなっちゃうから、まあ、でもこれオンライン組より早そうだな、店頭組の方が。そんなところでございます。なんでガシャポンはちょっと今僕はね不満が溜まってる。とりあえず高いやつはオンラインで出して、しかも全然揃わないみたいな。一般発売はメタルスイングとか出して、まあこんなもんでしょみたいな。ひどいよ、もっと真面目で商品開発してくれ。では魂ウェブも見ていきましょう。この辺はプレ版の受注系ですね。
あ、魂ステージが14日に出る。あー、なるほど、イベントに合わせてか。なるほどね。ダイヤちゃんのアーツ出るんだよな。これは買う。これめっちゃドレスすごいんすよ。ドレスっていうか勝負服すごいんすよ。超豪華じゃない？これ8500円とかちょっと安い気がするんだけど、むしろボディ君とかボディちゃんとかこの辺も再販的なものですよね。3月23はあれ、この辺ももう持ってるやつな気がするな。ドラゴンボールとかコマン、ジムコマとか、あ、ハイメタル R やっとか、待ったやつ。これも予約済みなんで早く発売してください。めっちゃ楽しみ。魂エフェクトとかももはや懐かしいね。あとはテレビくんに載ってたブラックとオレンジのおもちゃ更新とかは聞いてないね。情報解禁としては雑誌が先行になってんだ。武器とかね、変身アイテムも出てるんすよ。そしてバンダイキャンディースタッフブログの方にミニプラ開発中で情報解禁がされており、バカリ型シリーズ01ということで、まあ、今回もアクション要素強めってことになるのかな。ブンブンジャーロボ全高15センチで可動機構モリモリで、あー、さすがですね。デラックスもね、今回可動みたいな感じでもないので、アクションポーズを楽しみたい人はこっちでってことだよね。あー、でもこっちでもブンブンさんになるだけなんだ。 1,2,3,4,5,6 種類が合体することでブンブンジャーロボが完成するし、キャラクターパネルなんかもついてくるようです。セット版も同時発売、4月29日発売予定で、セット版2600円だったら全然いいっすね。誘導の画像も来てますね。誘導5月発売ですが、今年は作りやすそう、シール少なそう。結構あのがっつりホイールの部分、え、これ塗装だよね、すごくない？超見栄えいいね。だけどまあ、上下分割発売は変わらず、手首オプション AB はまだ一部シークレットになってるので、ここなんだろうね、クロスアップパーツか大きな武器がつくのか、まだ解禁されてない感じになってる。あと食玩ブンブンカー015月だって、これも一部シールで、まあ、ちょっと肉抜きとか露出しちゃってるところはあるけど、自分で組み立てて、あれだな、スーパーブンブントレーラーがテレビくんの付録でありましたけど、そういう感じで自分で組み立ててシールを貼って完成するみたいな。それが400円安っ。だけど裏側でちゃんと連動すると、まあ、だいぶさっぱりした仕様になってますけど、普通のミニカーだしね、まあ、こういうのもなんか懐かしいね。あんまりなかったからさ、ここ最近ウェルカムな食玩限定とかガシャポン限定とか、そういうのがまた盛り上がればいいなと思っております。ただ発売は5月でもうちょい先っすねって感じで、ブンブンジャー関連めちゃ出ますし、ライダー関連もプレ版からかなりのアイテムが到着しますので、まあ、今月は本当おもちゃレビュー祭りって感じですね。また順次動画アップしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。以上、レオンチャンネルの2024年3月のレビュー予定カレンダーでした。